レナト出ていく、天狗のパス、いやギャップを破って抜け出した、さあ来たかな、大久保シュート、やっぱり捉えた健吾の目、大久保がその先にいました。復帰戦でいきなりゴール、川崎先制しました。21分、鮮やかに最終ラインの間を割りました。レナトが横パス出す前、はい、カルリーノスのサイドチェンジがね、ミスになってレナトに行った瞬間でしたね、大久保の動き出しっていうのはね。ここでもやっぱり中村、それから自分だっていうね、このルートがもうできてたんでしょうね、はい、圧倒的に片岡のね、守備のサポートよりも直結するね、ゴールの動き出しの方が早かったですよね。コンタクトがあって足を痛めましたカルリーノですが、後半もプレーを続けています。田中雄介は正直、田中裕介、大久保がいた、復帰戦で2ゴール、股抜き成功、田中裕介、最後はエースストライカーが仕留めました。大宮もいきなりミスがあった直後、雰囲気悪くない攻めがいくつかあったんですが、はい、いやその一方で川崎はこのチャンスをこれでものにしました。ちょっと大宮悔やまれるのがその前 の, あのカルリーノスのファール、はい、あそこでなんか一息ついちゃったんですよね、チーム全体が、はい、それでこの右サイドほぼ1対1でしたよ ね, ですね、まあ、この局面ができてしまってクロスに対しても人はいますよね、どう見てもです、ね、2枚3枚いるのにやっぱり大久保の、ね、位置確認、まあ、来たのも含めてですけど、はい、できてなかったのかなという感じでしたね。そういう点では取るべくして取った川崎、サイドにボールを返してゲーム再開です。田中雄介、山本雅樹、中村健吾、金沢と大久保のマッチアップで大久保が来た、大久保だ、すごい、これはすごい見せました。大久保復帰戦3点、今日の3点全部大久保、最後は圧巻、ニアぶち抜きました。J1 リーグ戦で名波さん初めてのハットトリックだそうですよ。あ、いなかったですか。そうですか、すごい、いやこれすごいな、はい、すごいシュートですねこれね、お見事、はい、まあ、大久保からしたら緻密なねドリブルコースからシュートかもしれないですけど、はいはい、大久保のことをよく知ってる僕らから言わせると、はい、あ、もうめんどくさいから打っちゃえみたいなね、そんな感覚のねシュートですけど、はい、これはスーパーゴールですよね、まあ、あるシーズンじゃないですかね、このシーズンが、はい、縦行く高橋クロスだ、おっと、おーっとコース変わってゴール、宮川に抜けました、高橋翔平、これでシーズン6点目、オンゴールじゃないですかね。あ、そうですか、はい、おそらく高橋のゴールにはならないんじゃないかなと思うんですけど、はい、田中裕介ですかね。しかしこの人は七海さん結構積極的に出てくる選手ですよね。あのちょっと前にね僕思ったんですけど、片岡とおそらくポジション変わってると思うんですよね。今左サイドバックに高橋が入ってたんですよね、はい、だからどんどん仕掛けてけって感じだと思うんですよね、はいはい、そうですね、立ち位置が片岡、横山、センター、はい、左サイド